ネクラーです今回は製品生活で購入した理想的文具の限定ロール版ンを紹介していきます。えっ、ー、とね、理想的文具のポップアップが日本の製品生活でやってて、えっ、ー、と、去年の12月26日から今年の1月31日までやってるっぽい。 だから2021年から2022年にかけて日本ではポップアップをやってるんだけど実際のイベント理想的文具っていうイベントは台湾の文具イベントなんだけど実際台湾でやってたイベントは去年の2021年の10月からやってたので最速で買うんだったら台湾で2021年から売ってたものになりますそんな感じかなで2つ説明しなきゃいけないことがあってまず製品生活っていうお店なんだけど この前 MT のイベントの時も日本橋かなの製品生活に行ったかなって思うんだけど、まあ大きい蔦タ書店にジャンルが似てるかなと個人的に思いますね。あの、本とか文具とかカフェとかが入ってる大きいお店ですね。結構製品生活雑貨とかのイメージもあります。アクセサリーとか。なんかね、その市販のアクセサリーって感じじゃなくて、 ちょっとね、高級というか特別な感じのお店かな。で、そそのお店が台湾発祥のお店なんですよ。で、もう一個が理想的文具の紹介なんだけど、理想的文具ってイベントが2年に1回台湾でやってて、まあ、その製品生活がやってるイベントなんだけど、結構昔、多分2017年からやってるイベントかな。で、その、なんだろうね。まあ、日本で言う文具女子博に近いかな。全然ね、 あのー、近いだけで、うーん、ちょっとイベントのね、やり方とか規模は違うんだけど、まあ、可愛い女子向け文具もたくさんあるっていう点では似てるのかなと思います。で、毎回コンセプトアートをデザイナーさんにお願いしてて、そのデザインの、そのコンセプトアートの、あの、柄のコラボ商品が、 いくつか出るっていうので、例えば前回の2019年ではこんな感じで縦型のロルバーンもそれで出してましたね。で、まあ、今年もロルバーンが出てて、それを購入したって感じですね。で、もうちょいイベントの説明をするんだけど、そのイベントでは、あの、ジャンル別に商品を取り扱いしてて、えっ、ー、とね、ちょっと日本語に直すと合ってるかわかんないんだけど、各く、書くは、 ペンとかかなペンとか紙とかかなと思うんだけど。で、載せるここがね、ちょっと微妙なんだけど、私的にはポストイットとかのことかなって思ってる。載せるは。で、消すはまあ、消しゴムとか修正テープとかで、切るはハサミとかカッターとか。で、貼る。糊とかテープとかですね。と、収納はクリップとかかなクリップとかファイルとかになるかなで、測る。定規とかメジャーとかですね。 と押すス,スタンプとかの8種類にあの分類されてるというか、8種類のジャンルで商品を取り扱いしてるっていう感じかなと思います。で、今年の今年っていうか、去年の今回のデザインは北沢平介さんっていう人がデザインしてて、まあ、その今回のイベントのデザインには物語があって山道で迷った。ハンターたちが1回寝て起きたら文具の動物たちを見つけて。 無事に帰った後に文房具っていうものを発明したっていうストーリーになってるみたいですね。すごい可愛いですよね。お話、なんか絵本みたいで可愛いなって思いました。一回開けてからにしようかな。その辺も開けてから紹介した方がいいかな。どうかな。まあ、で、その、それぞれの動物たち。まあ今回ね、動物がたくさんいるんだけど、さっき言った8種類。 角乗せる、消す、切る、貼る収納を図る、オスの動物たちがデザインされてるって感じかな。ちょっと説明が下手だけど。<laughs> ふわっと伝わればいいかな。で、私はロルバーンだけ買ったんだけど、コラボの限定ロディアとかデコラッシュとかい,いろいろありましたね。よいしょ。どんな風になっているんだろう <laughs> あ、ここに。あ、そのまま入ってる。かわいい。 これは領収書かな。で、ロルバー1冊だけ購入しました。かわいい。こんな感じですね。えー、っとね、そうそうそう。ここの権利表記がそのさっき言った北沢平介さんのロゴになってます。かわいいね。去年のもね、ちゃんとね、えー、っと、ヤマバト社、ヤマハ社、ヤマハ社かなだったんだけど、ここにね、鳩のマークがあってかわいかったんですよね。で、こんな感じで。 これがハサミですね。キルで、春がね、ここにいたの、カタツムリがね、いるんだけど、入りきってないんだよねと。スタンプは入ってないね。<laughs> 全部の動物は入りきってないのかなっていう感じですね。まあ、書くのが鳥さんで測るキリンさん。でね、これなんだっけ手帳達人っていうね、謎のジャンルになってました、リスさん。こんな感じ。 ピンクゴールドかなカッパーの白押しにカッパー、ピンクゴールドリングかなと思います。めっちゃ可愛くない <laughs> 現地の動画も見たんですけど、現地では普通にね、ロルバーンとして置いてありましたね。特設ブースにも置いてあるし、ロルバーンのね、あれはなんだっけ夏のやつ。名前が出てこない。夏のやつ。<laughs> 去年出た夏のやつなんだっけロランかなロランロランでやってるかな 並並んんででててあと無地のロルバーンが並んでってこれも一緒に並んでるって感じで、ロルバーンのブースもありましたね。そんな感じ。もう一冊しか買ってないですね。これ高くて、何書いてあるかな ?2120 円もするんですよ。ちょい高いよね。まあ、輸入費だと思ったら全然気にならないけど。ちょっとね、ここのタグが折れてたんだ。<laughs> 製品生活のタグとロルバーン自体のタグがついてます。理想的文具って書いてあるね。 そんな感じですね。他に紹介することがあるかなまあ、私もチャンネル登録者数とかが増えたらね、理想的文具、台湾まで行って参加したいですね。あとコロナが落ち着いたらね。行きましょう。中身はどうかないかなあるかなじゃじゃじゃん。いや、かわいいね、キリンさん。 <laughs> これのね、キャラクターのね、ピンバッジのガチャガチャとかもね、現地であるみたいでね。すごい可愛かった。行って回したいよね。もう、今年、ってか去年のはもう終わっちゃったんだけど。次はだから、2023年にあるのかな来年かな普通のロールバーンですね。ちょっと、汚れる前に、早くしまいます。これはもう二度と買えないかもしれないので。 そう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 。今ね、オンラインだと売り切れになってるんだけど、お店はどうなんだろうな。今回は違うかもしれないけど、製品生活の、私の中のイメージでは、えっと、製品生活は、店舗とオンラインを調節して出してるイメージ。まあ、ただのイメージなので違うかもしれないんだけど、だから、イベントが終わる前にオンライン復活するかな、しないかなっていう感じかな。 まあ、お店に残ってるかは電話して聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。そんな感じかなうん。行ってみたいですね、理想的文具。<laughs> すごいね、あの、ブース自体が豪華で購入できるものじゃなくても、その、売り場とか見るだけでもかなり楽しそうなイベントになってるので、そのうち行けたらいいなって思います。そんな感じ。 まだまだ、ロールワンとか、あとね、文具女子博の紹介まだ終わっていないので、いろんな動画を上げていけたらなと思います。次回の動画もお楽しみにバイバイ